マーガレット・ミードはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれの文化人類学者である。コロンビア大学でミードを指導したルース・ベネディクトと共に20世紀米国を代表する文化人類学者と評価されている。ミードはニューヨーク市のバーナード・カレッジで学士号をコロンビア大学で修士号及び博士号をそれぞれ取得している。 ミードは文化人類学の発展期にあって数多くのフィールドワークをこなし精力的に研究を行った。また文化人類学を利用した社会評論や一般向け著作にも熱心に取り組み文化人類学の普及に多大な貢献を行った。南太平洋及び東南アジアの伝統文化においての性に関する態度を衝突したミードの報告は 1960年代の性の革命に影響を与えたとされており、ミードは尊敬されまたしばしば論争の対象ともなる学者であった。マーガレット・ミードは五人兄弟のうちの長子としてフィラデルフィアで生まれたが、近くのペンシルベニア州ドイルズタウンで育った。父エドワード・シャー,ーウッド・ミードはペンシルベニア大学ウォートンスクールのファイナンスの教授であり、母、エミリー・ミードは イタリア系移民の研究を行う社会学者であった。ミードの妹キャサリンは9ヶ月で亡くなった。キャサリンの死は、名付け親であったミードの心を傷つける出来事であり、長年、ミードが空想に吹ける時は、失われた妹のことを考えるのが常であった。ミード一家は、頻繁に転居していたため、ミードが11歳で、ペンシルベニア州ラハスカのバッキンガムフレンズスクールに、 入れられるまで、ミードの早期教育は祖母によって行われていた。ミードは1919 19年の1年間、デポ大学に学び、その後、1923年に学士号を取得することとなるバーナード・カレッジに転学した。その後、ミードはコロンビア大学において、フランツ・ボアズ及びルース・ベネディクトの下で学び、1924年に修士号を取得した。 ミードは1925年にサモアでのフィールドワークを開始した。1929年、コロンビア大学で博士号を取得した。同年、ミードは2番目の夫であるフォーチュンと共にマヌス島を訪れ、島の南側の海岸の村ペリにおいて、マヌスの人々についての熱心なフィールドワークを行っている。ニューヨーク科学アカデミーでのミード大学での キャリア・ミードはニュースクール大学及びコロンビア大学において教鞭を取り、コロンビア大学では1954年から1978年にかけて助教授を務めた。その傍ら、ミードは1965年にニューヨーク大学の都市人類学研究室を設立した。また、ミードは1968年にホーダム大学のリンカーンセンターキャンパスに 人類学研究室を設立し、1968年から1970年までは、社会科学研究科の研究科長を務めた。また、1970年には、社会学及び人類学のディスティングイッシと、プロフェッサーとして、ロードアイランド大学の教授となった。ミードは、これらの他にも、エモリー大学、イエール大学、 メニンガークリニックなどにおいても講義を行っている。ミードはルース・ベネディクトの例に習い、育児、人格、文化の問題に焦点を合わせ研究を行い、またジーン・ヒューストンを含む多くの若い人類学者及び社会学者を指導した。目立つケープと杖がミードのトレードマークであった。アメリカ自然史博物館でのキャリアミードは1926年、ニューヨークのアメリカ自然史博物館に アシスタントキュレーターとして参加した。1946年にはアソシエイトキュレーターに昇進し、1964年から1969年までは民族学のキュレーターを務め、1969年に名誉キュレーターの称号を付与された。その他学会でのキャリア1942年から1945年まで、 ミードは全米研究評議会の職種官委員会の幹事長を務めた。ミードは1948年にアメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選出された。1948年から1950年までの間はロシア人たちの権威に対する文化及び態度を研究するためアメリカ陸軍航空軍が資金援助を行った民間の研究機関であるランド。 研究所にも勤務していた。ミードは1960年アメリカ人類学会の会長を務めた。1970年代にはミードはニューヨーク科学アカデミーの副会長を務めた。ミードはまたアメリカ科学振興協会においても様々な役職を歴任し、特に1975年には代表となり、1976年には 取締役会経営委員会の議長となった。1976年、ミードは人間の居住に関する最初の国際連合のフォーラムである第1回国際連合人間居住計画の主要参加者として参加した。ミードは1978年11月15日、水岩で亡くなった。サモアの少女ミードは、オセアニア地域の先住民族に関し、真理。 文化の様々な面についての研究を行ってきた。特にニューギニアにおいては、1925年のサモアでのフィールドワークに始まり、1928年から1929年、1931年から1933年、1936年から1939年にもフィールドワークを行っている。カミングオベージーンサモア内容ミードは、 この著書において、サモアの人々の生活、教育、社会構造、パーソナリティ等について、フィールドワークに基づいた紹介を行った。この著書の前書きで、ミードの指導教授であったフランツ・ボアズは、この著書の重要性について、以下の通り記載している。礼儀、謙遜、行儀良さ、明確な倫理基準に適合することは普遍的なもので、あるが、何が、礼儀、謙虚さ、 行儀良さ、明確な倫理基準を構成するのかは普遍的ではない。最も予想できない方法で、そうした基準が異なることを知ることは有益である。ミードは、サモアの人々の教育に関連して、サモアの少女たちは、怠惰だという評判が立つと結婚が難しくなること、並びに、少女たちは編み物及び、魚取りを習得しなければならず。 その他の関心は秘密の性の冒険に向けられていることを紹介し、サモアにおいては結婚に最初初女性よりも勤労倫理の方が重視されていることを暗示した。また、サモアの人々のパーソナリティに関しては、西洋の人々に比べてより素朴かつ誠実であり、性的なノイローゼの影響を受けづらいとした。性に関しては、サモアの人々はより月経などを不快に感じづらく、 また一対一でない性関係についても懸念を持ちづらいとした。ミードはこれらの原因をサモアの社会における家族の範囲がより広くなっていること、またサモアの人々は問いに対しはっきりとした答えを出すことを好まないように見受けられることに求めている。批判と再批判ミードの死の5年後の1983年にニュージーランドの人類学者であるデレク・フリーマンは マーガレット・ミード・アンド・サモア、ザ・メイキング・アンド・アンメイキング・オブ・アン・アン・サラップ・ポロジェクル、ミスを出版し、ミードのサモア社会におけるセクシュアリティに関する主な発見に対し意義を述べた。フリーマンは、サモアの文化においては、若者が性を探求することにつき多くの制限は、課せられていないというミードの主張は、ミードのサモアの文化に対する誤解に基づくものだとした。ミードは、 機密保持のために全ての被験者の身元を慎重に隠していたが、フリーマンは、ミードの調査の参加者の一人を発見して、インタビューを行い、その参加者から、自分は友人と共に作り話をし、ミードを故意に誤解させたと聞き取った旨を報告した。ついで、フリーマンの著書自体も論争の的となり、人類学会からの少なからぬ反発と厳しい批判にさらされた。 1983年にはアメリカ人類学会はその著書を分かりづらく非科学的であり無責任でミスリーディングであると批判した。フリーマンの批判は制度特感は多かれ少なかれ文化横断的なものであると考えていた科学者らには熱狂的に受け入れられた。これに対しフリーマンはしばしばミードの研究及び意見を誤って 紹介しているという批判もなされた。サモアの文化を研究した人類学者には、フリーマンの調査結果を支持しミードの調査結果に反対する者も,もいた。他方、サモアの文化はミードがフィールドワークを行ってから、フリーマンがフィールドワークを行うまでの数十年間の間に、キリスト教との融合により変化しているため、フリーマンの研究は、 ミードの研究結果を無効にするものではないとする人類学者もいた。他、ミードの結論はただ一人の人物との一度だけのインタビューの信頼性に依拠するものではなく、ミードのサモアでの滞在期間中の観察とインタビューの相話を基礎とするものであるため、上記の参加者が作り話をしていたとしても、それが直ちにミードの調査への反証とはならないと主張する人類学者もいる。 1996年、マーティン・オーランスは、アメリカ議会図書館において保存されているミードのメモを調査し、ミードは、上気参加者に騙されていたのだというフリーマンの批判はいくつかの理由により、不正確であると指摘した。第一に、ミードは、サモア人の冗談の形式とその頻度をよく理解しており、第二に、ミードが、儀式の処女への性的な制限について言った検討は、 上記参加者がフリーマンに行った説明と合致しており、第三に、ミードが上記参加者へのインタビュー以前にすでにサモアのセクシュアリティに関する結論に達していたことが、そのメモから明らかであるというのが理由である。しかしながら、哲学者、ピーター・シンガーや動物学者、デイビッド・アッテンボローなど、ミードは騙されていたのだと主張する学者も多く、 オーランスの主張もまた論争の的となっている。なお、実証主義的なスタンスから、ミードの調査を表して、オーランスは、フリーマンの批判の有効性遺憾によらず、ミードの研究は、科学的厳密性が不十分であり、ミードの調査は、調査が正しいか間違っているか以前の問題だという、激しい科学的な批判により適切に否定されうると、この論争を分析している。 1999年に、フリーマンは、従前は入手していなかった資料も含めて、別の著書、ザ・フェイト・フルホーキシンオブ・ホ f the Hokishin of m a ストリカルアナリシスオブハーサモアンリサーチを公表した。経験主義的な人類学者は、ミードの結論に同意する傾向があるが、フリーマンの意見に強調し、正徳主義的なアプローチを取る人類学者以外の学者もおり、 ハーバード大学の心理学者、スティーブン・ピンカー、生物学者のリチャード・ドーキンス、進化心理学者のデイビッド・バス、科学ライターのマット・リドレー、古典主義者、メアリー・レフコビッツ、哲学者、ピーター・シンガーが挙げられる。ニューヨーク・タイムズのフリーマンの死亡記事において、ジョン・ショーは、フリーマンの論文は、多くの人を憤慨させはしたが、その死までには広く受け入れられるようになった、と述べた。 しかしながら、人類学者のポール・シャンクマンやアリス・ドレガーによるものを、はじめ、フリーマンは、ミードの調査を誤解している、根拠が薄弱で、鼓動的である、という批判もなお存在する。保守系学術団体が発行するザ・インターコリージェット、レビューの1999年秋号に掲載された、今世紀で最悪の50の書籍という記事では、 カミング・オブ・エジーン・サモアが、今世紀最悪の50の書籍の第一位にランクイン、している。1950年のミード、セックステンペラメント・イン・スリー・プリミティブ・ササイアティス。内容ミードのもう一つの影響力ある書籍は、セックステンペラメント・イン・スリー・プリミティブ・ササイアティス、である。ミードは、この著書において、パプアニューギニアのセピック・盆地のチャンブリコ地域において、特段の問題なく、 女性優位の社会が形成されていることを報告した。この著書は、ウーマンリブ運動の大きな寄り所となった。ミードは、同じく、セピックに居住する、アラペ種族は平和主義者であると述べたが、時折戦争に参加することについても中期している。アラペ種族の間での土地の共有及び育児における、平等主義の協調についてのミードの観察。 また親族間の主に平和的な関係のミードの記録は、より重層化したニューギニア文化に関したとえば、アンドリュー・ストラザーンが記録したような、ビッグマンの優位性の孤児とは大きく異なっている。これらは異なる文化のパターンである。ミードはこの著書において、3つの部族の比較研究を行い、各部族での制約割が非常に対照的であることを報告した。 批判、レボラ・ゲウェルツは1974年から1975年にかけてチャンブリ族を研究したが、1981年にミードが述べたような制約割の証拠は見つからなかったことを報告した。ゲウェルツはチャンブリ族の男性が女性を支配し、農産物を管理し、 重要な政治的決定を下していたことを1850年代まで遡ることができる証拠があるとした。ただし注意すべき点として、誤りが指摘されたのはあくまでもミードが例示した部族の実態に関してであり、中国のモソ人など女性優位の社会が存在しないわけではない。男性と女性についてのミードの研究はウーマンリブ運動のルーツとなったにもかかわらず、 ベティフリーダによって女性を幼児化することに寄与しているという根拠により批判されている。人種と知能1926年には人種及び知能についての多くの議論があった。ミードは知能に関する人種的優位性の議論を支持する実験的な心理学の研究についての方法論には実質的な欠陥があると考えた。著書ザメソドロジーオブレイシャルテスティング ミつシグニフィカンスフォーソシオロジーにおいて、ミードは人種間の知能の際に関するテストには3つの問題があることを示している。第一に、ある被験者の知能検査スコアをミードが人種混合と呼ぶもの、すなわち黒人やインド人の知をどれだけそのものが有して、いるかと有効に関連付けられるかには懸念があり、このような情報が知能指数を解釈する際に適切か否かについても、 懸念が存在する。第二に、知能検査スコアは、環境に強く影響され、そうした社会的地位の影響を測るのは難しい。第三に、言語の壁が時に最も大きな問題となる。同様に、スティーブン・ j グールドも、著書、ザ・ミス・メジャー・オブ・マンにおいて、知能に本当に、人種間の相違があるのかを測るにあたり、知能検査において3つの、主な問題があることを指摘している。 ユダヤ系移民に関する調査ミードはアメリカユダヤ人委員会がヨーロッパのユダヤ人の村であるシュテットルを研究する計画で研究者らがニューヨーク市に居住しているユダヤ系移民に対し大規模な聞き取り調査を行うというものを支援するよう説得したことにより高く評価されている。研究結果についての書籍は数十年にわたって広く引用され、 子供たちを強く愛するが息が詰まるほどにも支配し、子供たちのために苦労をすると明言することを通じて、子供たちに罪悪感を植え付けるというユダヤ人の母親のステレオタイプを作り上げたと言われている。スポック博士の育児書への貢献ミードのかかりつけの小二回はベンジャミン・スポックであった。スポックが後に表した育児に関する書物はミードがスポックと共有した。 民族学的なフィールド観察から得られた、ミード自身の実践や信念の一部を取り込んでいた。画像シンボル言語の開発1960年代半ば、ミードは通信理論家、ルドルフ・モードリーと協力を行い、共同でジルフス・インクという組織を設立した。ジルフス・インクの目的はいかに原始的な文化であろうと、どの文化のメンバーであっても理解できるような、 普遍的な画像シンボル言語を作成することであった。サモアに出発する前に、ミードは指導教授であったルース・ベネディクトと同性愛の関係にあった。言語学者のエドワード・サピアとも短期間、恋愛関係にあった。しかし、結婚と女性の役割についてのサピアの保守的な考えは、ミードにとっては受け入れがたいものであり、ミードはフィールドワークを行うため、 サモアイと去ってしまったため、二人は、破局した。ミードは三回結婚した。ミードの最初の夫は、当時新学生であり後に、人類学者となった、アメリカ人、ルーサー・クレスマンであった。ミードは、著書、ブラックベリー・ウィンターにおいて、二人の結びつきを、否定的に、私の学生結婚と述べており、この表現に対し、クレスマンは激しく反論を行った。 ミードの2番目の夫は、ケンブリッジ大学の卒業生であり、人類学者仲間であった、ニュージーランド人のレオ・ホーチュンであった。ミードの3番目の最も長く続いた結婚は、イギリスの人類学者、グレゴリー・ベートソンとのものであった。ミードは、ベートソンの間に、娘メアリー・キャサリン・ベートソンを設け、メアリーも、また人類学者となっている。1972年の、 マーガレット・ミード・メアリー・キャサリン・ベイトソンは、その両親についての回顧録である、ウィズ・エイドーター・ SI において、ベネディクトとミードの関係は一部性的なものであったと示唆している。ミードは、自らがレズビアン、またはバイセクシュアルであると公に位置づけることは、決してなかった。しかしミードは著書において、個人の性的思考は人生を通じ変化すると、考えられることを示唆している。 ミードは人類学者、ローダ・メトローと個人的かつ専門的な協力を行い晩年を過ごし、1955年から1978年に亡くなるまでメトローと同居していた。2006年には二人の間の手紙が公表されている。ミードの成人した妹は二人とも著名な男性と結婚した。アーティストかつ教師であったエリザベス・ミードは漫画家。 ウィリアム・スタイグと結婚しており、プリシラ・ミードはレオロステンと結婚している。ミードには弟リチャードもおり、リチャードは後に教授となった。ミードはジェレミー・スタイグのおばでもある。宗教に関し様々な見解を持つ家族のもとに生まれ、ミードは自らが型の上では知っていた信仰である、キリスト教について、その信仰の表現を示してくれるような宗教を模索した。 そして、ミードは、米国聖公会の儀式が、自らが模索していた宗教の表現に合致すると、考えた。聖公会の信徒として、ミードは、1979年版米国聖公会、祈祷書の作成に、多大な寄与を行った。1979年1月19日、アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターは、ミードの死後、 大統領自由勲章をミードに授与したと発表した。アメリカ合衆国国際連合大使、アンドリュー・ヤングは、アメリカ自然史博物館が支援した、ミードの功績を称えるための特別プログラムにおいて、ミードの娘であるメアリー・キャサリン・ベートソンに賞を授与した。カーターの表彰の字は、以下のような内容である。マーガレット・ミードは文明を学ぶものでもあり、また、 文明の模範でもあった。何百万人もの人々に、ミードは様々な文化のパターンの中にも、それらに内在する人間の単一性が示されているという、文化人類学の中心的な指揮権をもたらした。ミードは、規律を習得するだけではなく、それを乗り越えた。果敢であり、独立し、平易な言い方を持ち、恐れを知らない人物として、ミードは、若者の模範であり、 誰もが彼女から学ぶことのできる教師であり続ける。1979年、スーパーシスターズのトレーディングカードセットが製造販売されたが、うち1枚は、ミードの名前及び写真を記載したものであった。アメリカ合衆国有便公社は、1998年5月28日、EN セレブレイト・ザ・センチュリー切手シートシリーズの一部として、 ミードを描いた32セントギッテを発行した。ニッケルバックの2006年のミュージックビデオ、If Everyone Care d の最後に、ミードの言葉、献身的な人々による小さな集団が世界を変えられるということを疑わないでください。実際に、そうした集団だけが世界を変えてきたのですが、引用されている。リリー・キングの2014年の小説、ユーフォリアは、 第二次世界大戦以前のニューギニアにおける、ミード並びにその人類学者仲間のレオ・フォーチュンを及び、グレゴリー・ベートソンとの恋愛、結婚関係についてのフィクションである。この小説は、カーガス賞を受賞し、ニューヨーク・タイムズ・ブックレビューで、今年最高の10冊の本の一つに選出された。近世最大のクレーター、ミードの名称は、ミードの名前に由来する。また、 アメリカには、イリノイ州、エルクグローブビレッジの中学校、ワシントン州サマミッシュの小学校、ニューヨーク州ブルックリンのシープソヘッドベイの小学校とミードにあやかって命名された学校が複数存在する。ありがとうございます。